それじゃ始めるね。よっ。様のご命令はまずは傘下に入るかどうかの確認だよ。何なんですかあれは。私が見てゴーレムなど火ではありません。それで拒絶したら一定の数を減らすと言わすことでありんしたね、シャルティア。もう逃げるほかないのでは。どこにだ、どこに逃げる。大丈夫でありんす。今回は決して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 ミスをしたりはしん。奴らはこちらが1万以下になるまで殺すと言っているんだぞ。ならいいけどさ、ちゃんと思考は回転させていいんすよ。もう少しでありんすかね。だけど総合した敵の強さを考えると、ここにはデスナイトを倒した相手はいないみたいでありんす。選抜された英雄たちを。様の推測が外れるとは珍しいでありんすね。はあ、バッカだな。お前たちこそが切り札だ。相手は多くの仲間を殺し疲れ切っているはずだ。アインズ様がそんなミスをするわけないじゃん。行け英雄たちよ。デスナイトは大裂け目に落下して死んだんだよ。砦側には足跡があったのに対岸にはなかったからね。わかっている。つまりその途中、橋を渡る前に落ちちゃったんだよ。でありんしたら、やはりアインズ様のご想像は外れ。オス4千、メス4千、子供を2千になるように選別しろ。あのね、アインズ様はとっくにお気づきだったんだよ。貴族を。1万でも生き残れるのであれば。あの時地面を調べていた私に、アインズ様は黙っているようにと合図されたでしょ。必ず再興するチャンスも生まれるはずだ。魔導国って何なんだよ。あれはお話し中だったから。まさか私のため。あれほど強いんだったら最初に言ってくれ。なんで教えてくれなかったんだ。